レスリング柴田三條。どうも柴田です。この前さ、レペゼン地球がさ、新しく入ってきた女性の演者であり女性社員を使ってさ、パワハラセクハラの釣りをやったじゃん。もう本当はパワハラセクハラなんかしてないのに、女性社員にパワハラセクハラをされてますって言わせて、それでこう視聴者を心配させて炎上させて、で新曲を発表するっていうのをさやったじゃん、レペゼンが。でまあマキシマム・ザ・ホルモンとのコラボ曲がさ、あのあれだったんだよね、非公開に。もうそれもすごい俺悲しかった。やっぱレペゼン地球のことをすごい俺好きだし、 DJ 社長のことも好きだから、すごい曲がね、非公開になってね、俺すごい悲しかった。もう本当に彼らめちゃめちゃ頑張ってるのに、まあちょっと頑張ってるからこそね、あのやっぱコラボ曲もね、彼らにとってすごい大事な曲だったろうし、だから本当に俺も悲しかったんだけどね。それだけじゃ終わんなかったのよ。これちょっと見てもらえますか。これあの、レペゼン地球のね、あれなんですよ。レペゼン地球の公式のツイッターで発表した文章、メットライフドームについて、予定しておりましたドーム公演を関係各所と協議の結果、断腸の思いではありますが、チケット一般販売を前に急遽公演を中止させていただくことになりました。これだけだったらね、これだけだったら、まあ、あレペゼンまた釣りやってんだろうなっていう感じなんだけど、こっちね、これ西武ライオンズの、公式ホームページ、メットライフドームへのアクセス、公演は中止になりましたと。はい、ということで、西武ライオンズの公式がね言っちゃってるんですよね、中止だって。多分例の炎上を受けて、いや多分通報というか、多分いろいろ電話があったんだろうね、中止になっちゃったと。もう飲むしかないよ。もうほんと悲しいよ、ほんとに悲しい。レペゼン地球のことほんとにもうめちゃめちゃ好きで、もう動画も大好きだし曲も大好きだし、だからほんともう俺はほんと悲しい。やっぱメットライフドームは彼らの夢だったと思うんだよね、ドーム公演っていうのは。東京ドームと比べると、東京ドームと比べても、まあ、東京ドームよりかは、ちょっと小さいドームって言っても、まあ比較的小さめのドームではあるんだけども、やっぱドームで公演をするってことは、レペゼン地球にとってはもうすごい、なんて言うんだろうな、彼の目標みたいなところがあったと思うんだよね。で、その目標、夢が、まあ、こういう形で立たれて、なんていうか、まあ、東京ドームとかもそうなんだけど、借りるのにね、まあ、すごい審査じゃないけども、彼らにはその、その
そのバンドだったりとかアイドルだったりはその東京ドームをね貸していいその存在なのかっていう審査みたいなのがあるんだって。まあそんな中でやっぱ東京ドームはすごい審査が厳しいんだけども、そうお客さんを何万人集められる集められないとかじゃなくて、やっぱそのドームにふさわしい人間かっていうのをやっぱ見られるんだってさ、ドーム公演をするにおいて。そういう意味でやっぱレプゼン地球がまあこう炎上っていうのもあったけども認められなかったっていうのがもう俺はすごい本当にもう悔しい。だから彼らの夢だったと思うから、もう彼も本当に悔しいと思うよ。俺も同じ思いだよ。本当。俺はね、これで終わってないと思ってるから、絶対この後の復活、大逆転の逆転勝利がねレプゼン地球にあると思うんで、もう悔しいっす俺は。悔しいけど今日は。やけ酒します。はい、今日はレヴィゼンのドーム公演 2days が中止になっちゃってすげえ悲しい。俺レヴィゼン大好きなのにっていうそういう動画でした。すいません、今日だけは飲ませてください。友達も明日は切らずにいられない。